ブライアン鉄拳を羨ましい。自分のブライアンめっちゃ弱いんですよ。無限ステージー。30分ぐらいにしようかな、今日は。ちゃんと睡眠を取らねば。体調管理。相変わらず旅行を押せません。なぜか山捨てに当たる。なんで当たってるんだ。ブライアンむずい。やばいやばい、自分には勝てない。うえ、キクアスカ最近始めたんですけどね、勝てないんですよ。勝てないんですよしか言ってない。やめて。遅らせ工程でいいのかな。そう、出してない出してない出してない。横移動ジャブが、いや横移動ジャブとかないか。いやー
うい。なにこのコンボ、ドラグノフじゃないんだよ。うえ、なんだこんなやっちゃったよ。うわっと持続。あー無理か、さすがに。いいですね、強いですよね、ジャンステ。あ、ジェット？フェイントなんか違う、何かが違う。丁寧にね。日本代表のやつは配信載ったはずですよ。ケイ。載ったはずですよ。てか載ってましたね。こんちくは、こんちくりんです。
痛い。私は分からないですね。いやーは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 あえて。怖い怖い。あ、ウルさん、あのはぜよ。スイッチの配信のタイムシフトであった気がします。ごめんなさい。チョッピング出してないけど、これはラッキー。お邪魔します。左あ、勉強偉すぎる。自分にも韓国語を教えてほしい。おハチェット、さすが社員さん、日本語バッチ。なるほど。ダイナミック、無理無理無理。あ、はじめまして。おいおい、なんだこの戦いは。エゴサーって何ですかね。コンボ下手を。
間に合わんか。ふぅー、え、サバイ。自分の名前は検索しないですね。ブロリーさんはですね、2回見に行きました。こんにちは。あるよ。うわぁ、スカ硬直。うわぁ、うまい。打ちどころ完璧。あれ、受け身取ってる。ラッシュ見て立てないな。ブライアンのパリングのコマンドって変わったんですかね。出ないな。狙ってるんだけど出ない。うわぁ、もう嫌だ。中断で倒す男になろう。うへへへ、もうつらお。最後まで我慢大会だった。難しいですよね、韓国語。自分も1時間でハングルが読めるって書いてある本買いましたけど、1時間も読んでないですけどね。勝負どころは旬が来ると。 OK、 慎重に行きましょう。
慎重にいけてない。なんか一回爆発して頑張ればなんかそんな気がするんだけどね。なんかコンボが違う、コンボが違う。これはただの怠けなんです。竹林ブライアン弱い。左に歩く。ういやっしゃい、技は打たせない。うわ、しゃがんだー。無理。身が一申し込めない。だっなんだこのコンボ。全然コンボが違うんだけど。怖いよー。ハロー。アッケーガードした後自分絶対ジャブしか打ってないな。読み合いしないとちゃんと。試合、あ、大会ってことですか。大会は多分あんま強くないですね。こういうのを見てからしないですね。
あれこれってひげ扱いと思った。あ、こんばんは。バレた。ニュートラルになっちゃうな。カウンターしてないんだけど、ちゃんとしっかりボタン技をスタート後ろ入れないと。あれ、これは KO。 あれって後ろ入れればちょっと試したいな。確かにシウンの方がリターン取れますもんね。あは、深い読み合いになってきた。おお、出してない。横移動ジャブがまた。うひひ、ごめんなさい。パリングのコマンド押しみたい。偉いなぁ、ほんと待ち方が偉い。違う違う。ああ、もう取らないからこうなるんですよね。じっくり。どっちなんだろう。コマンドがどっちかわからない。めっちゃコマンド変わってますね。出ないっすよ。
4か、ありがとうございます。普通の当て身と同じになったんですね。昔確か後ろ両パンとかだったんですよね。レバーファイティングエッジ、食レポ、食レポ、どの流れからの食レポ。ラウンド1ファイト。オッケーオッケー、ありがとうございます。あー、リターン。読み合いが深くなってきた。着レポはしないですね。おお、うますぎ。いやー、やめてー。ジャブをどうしても拾いなかった。右か、今左当て見してみたけど。いやー、集中しないとな、もっと。あー、でもこれ当て身返し仕込んだら
2発目が出ちゃうのか。まあ、出ない。自分はですね、大会とか行ってもセブンイレブンで弁当食べてますね、基本。一人で飯なりなかなか行く勇気がないというかですね。こうか。あれ。時間との戦いだった。危ねえ。お気にすら。
ごめんなさい、それは釣られます。隙を見逃さない。あ、チャンネル登録の時にガラフさん出るんですよ。今あのパソコンの音が出なくなってるんで、自分登録しましたってのが出ないんで、ちょっとありがとうって言えなくて申し訳ないです。パソコンから音出しちゃうとキャプの音と鉄拳のスピーカーの音が二重になっちゃうんですよね。HLK東進祭は多分キャラ編ありなはずですよ。新キャラも増えるんで。おお、自分でもびっくり。これ無理だな。
いるでも挑発ジェッパできない系男子なんですよ。基本的に難しいそういう技術的なものはですね、自分無理なんですよね。安定大好き人間。これが当たるか。読み合いが増えた。このぐらいにしますかね。明日また配信します。